報告が随分遅れちゃったんだけど、新しいちょっとパートナーができまして。ポカラポカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリストの馬淵まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬淵さん、はい、今日はですね、新NISAを活用した、老後資金作る戦略をちょっと聞きたいなと思いまして、っていうのもですね、実はこの馬淵まりこの株式クラブ、一番見てもらってる層って45歳から54歳の方々なんですよ。まあ、50歳前後の方が 30% くらいいて、一番ボリューム層になってるので、ぜひそこのあたりお答えしてほしいなっていうような感じでございます。わかりました。まあ、新NISAはね、始まりますよね。それを使って資産形成っていうのが一番ベースにはもちろんなってきますよね。非課税なんでね。で、そうした時に見てくださってる方々も、年齢層の方々、40後半から60代って、まとまった資金がある方だというふうに世の中では言われてるんですけども、まあ、必ずしもそうだとも限らないわけじゃないですか。なんで、まあ一応3つのパターンがありますよという話をちょっと今日持ってきました。1つ目。その資産はもちろん形成していきたいんだけれども、初めてだし手元資金も少ないよって方もいらっしゃると思うんですね。そういった場合はその毎月、まあ、100円、ちょっとちっちゃいですけど100円とか1000円からの積み立て NISA ってあるので、ここからまずは始めてもらうっていうのはありかなと思ってます。次に、まあ、心の障壁が取れてきた場合は1万円とかに変えていく、インデックス投資に変えていく。まあ一番ステージの高いところはちょっと飛びますけど、年間360万円なんで月30万円ぐらいマックスをNISAに回していくっていうか、こういうふうに、まあ、ステージを追って、自分がいきなりはちょっと無理だから1000円から始めてみようかな、1万円にしようかな、その1万円を2万円3万円にしようかなみたいな形で、無理のない形でやっててほしいなと思ってるんですよね。じゃあ1万円で、投資した場合どれぐらい増えるのかっていうのをちょっと試算してきたのよ。毎月1万でどう、30年間どうなの自分の資産って。それがこちらの図にありますけど、単純に貯金してるだけだったら30年後360万円になるだけなんですね。利益もないと。で、物価高かったらもうインフレにも負けちゃうよということなんで、目減りしてるわけなんです、むしろね。じゃあ 3% のところに回しましょう、利回り。まあ、NISA で 3% ありそうですね。高配当とか、あとインデックスファンドだったら、ありえますよね。はい、そうすると、大体30年後にそこに入れておくだけで、580万円ぐらいになっていくわけですよ。だから利益として220万円増えるわけ。で、もうちょっとリスク取って 5% の利回りが出るように、そういうふうなインデックスファンドに投資する場合は、30年後の資産が820万円になるので、だいたい利益として460万円出ると。これもちろん非課税です。これ1万円なんで、単純に2万円にすればかける2、3万円にすればかける3なんで、どうでしょう、毎月3万円にして 5% で、一番そのこの図でマックスであれば 3,4,12 で、まあ1200万円ぐらい利益が出ちゃう。すごいっすよね、これ。やっぱすごいのよ、30年という年月。で、だから50歳からでも5、6、7、8、80歳まで生きるわけだから、全然もっと長いか、100年時代なんで、あれですよね、50からのこういう投資も、なので結構資産形成できちゃうっていうことなんですよね。もう少し余裕のある方々はこの年間360万円を使い切っちゃいましょうということになるので、まとまった資金がもしある方はNISAの枠をフルで使うと、まあ、この1万円の資産どころではない、ちゃんとしっかり資産形成できますよってことです。それこそまとまった資金があるなら、もう年間の上限が360万になったってマジで革命ですよね。そうですね、預金に回しておくぐらいだったらNISAに回した方がいいよねっていうことですね。で、まあ、もちろん損をすることはありますけれども、まあでも引き出しも自由だし、はい、比較的リスク低めのものに投資回せるので、まあ、もちろん現金は持ちますけども、やっぱ一部はNISAに回していくっていう方が、まあ、有効な策かなと思いますけどね。それこそあれかな、60歳くらいだったら退職金だったりとか、やっぱある程度まとまったタイミングでお金がね、そうですね、あったらこうガーンって入れてって、まあ、退職金ってまあ人によって様々かと思いますけど、800万の人もいれば3000万の人もいたり、もっとの人もいたりとか、まあ様々だと思うんですけど、言ってももう年間360万円しか枠ないので、
3000万もらっても全部は入れられないわけ、NISA には、うん。それが素晴らしいと思うわけ。つまりその3000万を丸々1個の投資信託に入れるっていうのは絶対 NG だってずっと言ってきたじゃないですか。そうじゃなくて、その3000万のうちの360万円を、まあ、年間入れると。しかも分散、何らかの分散の形で入れていくと。次ちょっとその資産また作ってきたのに、これは、毎月積み立て30万円を30年間やった場合、3% の利回りと 5% と 7% の利回りで、どんな資産が出来上がるかっていう最終の積み立て金額を計算できるのよ、これ。シミュレーションで。毎月積み立ての30万円やっていくと。まあ、結構だよね、毎月積み立てって。30万はすごいですね。できるかな？では、その、まあ、ここ、だから自分の好きな5万とかに下げてってもいいと思うんだけど、マックスやれる人もいるわけじゃん。30年間積み立てて 3% のリターン目指すと、1億7000万円の資産形成ができます。で、真ん中黄色いゾーンは 5% で回したら2億4000万円。7% だったら3億6000万円って感じかな。まあ、元本に上乗せして利益が出てこういう形なんで、これでようやく老後2000万円問題は解決って感じじゃないですか。なんかこれ見るとやっぱり元本の大きさのやっぱパワーのでかさがやっぱ違いますよね。そうです、そうです。なんでさっきの毎月1万円も十分に安心できるような資産を一部作れるんですけども、うん、まあ、余裕のある方は、まあ、こんな風に回していくと、働けなくなった時、あるいは寝たきりになった時とかに、非常に安心な資産が作れるっていう、若い時から作れるっていうことなんですよね。今までの貯金の概念とかがやっぱり壊れて、今までの貯金がこれのこれみたいな感じになりそうですよね、うんうん、そうね、貯金に置いとくよりはこういったものに置いていくっていうね。これからのなんか貯金はもうあくまでいうか数ヶ月の生活費があればくらいの、うんうん、あ、でもこうNISAが無敵じゃないから別に損することだってあるので、あ、まあ、現金で手持ちで置いとくってことも大事なわけですよ。なんで、まあ、こういうふうな50代ぐらいからこういったことを始めても十分に資産形成できるっていうことなんで、ちょっと資産を頑張って作ってきました。ありがとうございます。すごいそれ分かりやすい、うん、そうだから人生長い中で、実は以前ね、YouTube に出てくれたピーポちゃん、白い猫ちゃんね、はい、は長い期間の闘病生活を経て実は亡くなったんですよね。そうですね。でも私ちょっとなかなか悲しすぎて皆さんにご報告できてなかったんですけど、本当に頑張って一緒に2人で闘病してがん治療もやって、まあでも最後一生懸命生きてくれたので、でもすごい11年の本当に生活だったので寂しくて寂しくて、あとはなんか自分がどこまであの子にできたのかなとかさ、やっぱ皆さんペット飼ってる方思うとこあると思うのよ。自分がどこまであの子に幸せをあげられたのかなとか、やっぱそういったことをすごい考えましたね。で、新しい子をですね、ちょっとしばらく経って実は迎えて、ミミちゃん、ちょっと色は次はこんな茶色い子で、ミヌエットなんで、すっごい胴長で短足です。で、女の子にしました今回は。ああ、そうなんですか。そうで、前の子はね、男の子で私のことすごい守ってくれるナイトだったんだけど、こっからは女2人でやっていくのね。ミミ、これから女の2人でってこね、ということで人生をねすごくね、まあ、考えさせられましたね。あ、本当ですか。うん、節目として。でもまた今これからミミちゃんちょっと嫌がってたけどと新しいちょっとパートナーができまして。まだカメラ緊張してるんですかね。そうね、すごい甘えん坊なんですけど、まあ、皆様にとってね、はい、いろんな家族も含めて大事な人がいると思うんだけれども、うん、まあ、自分のことプラスアルファという家族のことも考えるときに、まあ、資産形成って改めて重要だし、私結構ピーポの治療にお金使ったよ。あ、本当ですか。うん、すごい使ったね。できることはみたいなぐらいですごいいろいろやったし、でもだから悔いがないし、でも、うん、あんまりこう苦しい中で延命のためだけだったら悪いし、うん、ピーポにも、うん、っていう感じで本当ギリギリのところまででドクターの方と相談しながら見取りましたけど、まあ、自分ってこんなに泣くのかなっていうぐらい、火葬場に連れてって骨拾うの一人で行ったんだけど、
もうなんかその火葬場がもう揺れるぐらい泣いたのよね。だからびっくりしてた火葬場の人が、もうかわいそうねって言ってわーわー泣いてっていうので、でもね皆さんにちょっとあまりにもショックだったんで何ヶ月もご報告できてなくて、でも気づいてた方いると思うの、インスタとかツイッターとかで見かけないから、うん、ピーポちゃんどうしてんのとかさ、もう高齢だったんですよ、12歳前だったと。いやすごい心配してたんですよ、ピーポちゃん大丈夫かなって、それこそ大変だったらまぶしさん大丈夫かなっていう風にまぶしさん顔色を伺ってたんですけど、うんうん、僕も猫数年前かな、うん、くらいにあの実家の猫いちゃったんで、まあでもあれなんですよね、なかなかもう安置されてるところがあるんですけど、うん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 、やっぱなんか行きたいなって思っても行ったらもうなんか泣いちゃう気がするから、うんうん、完全にそこで突き果たしちゃう気がして、うん、怖くて行きましたけど、うん、トークでちょっと考えて、私はあのちゃんとあれだよ、今も骨は自分の部屋にあるんだけどね、持って帰ってきてるんだけど、うん、でもねそうね、だからありがとうの気持ちがいっぱいだけど、今ペット飼ってる方、うん、ペットっていうか家族だけどすごい多いから、うん、同じような多分ことにね、あの遭遇されてる方ってすごい多いと思うし、うん、まあ、喪失感っていうか、うん、あとは自分がどこまでやってあげられたのかなっていう後悔とかみんな多分あると思うんだけど、そうすっごい落ち込んでたんだけど、やっぱ前に進まないと悪い、逆に悪いなと思って頑張って仕事してました100日ぐらい経って、まあ、巡り合った子があの子だったんで、うん、寂しさをやっぱり癒してくれたりとか、うん、またちゃんと大事に大事に育てていきたいなと思ってます。いいですね、うん、猫やっぱりインスタとかで見ますけど可愛いよね、はい、うん、なんかどっかに転生してないかなと思って、うん、僕はあのロシアンブルーだったんですけど、あなんかグレーのシュッとしたやつ可愛いね、転生してないかなと思って、うん、なんか巡り合いねかなみたいな感じですけれども、うん、そうね、わかるわかる、はい、ミーミーちゃんお前に登場させてください。そうですね、ちょっとねご報告が随分遅れちゃったんだけど、ちょっと自分の心の整理がつかなくて今はあのしばらく経ったので新しい子を迎えてます。新しい、うん、まあ、一歩踏み出してって感じですかね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方はぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。